おや、おやすみなさい。おやすみ。おはよう。すーちゃん。たみたみ。キッさん。鈴木氏。達也丸。こんばんざーい。ともきぐっすりだったのに、起きちゃった。起きた。2時過ぎに。爆睡してた。でも体が、体がバキ。モンチプ。おはよう。よっち、こんばんだーい。ムンちゃん、サちゃん。サ。サ。起きちゃった、さなきゃ。そのまま寝落ちしてた。危ねー。シュタロ、おやすみなサイヤ人。サイヤ人、スーパーサイヤ人。ジ、こんばんは。ロンチ、こんばんざい。ツイキャス、こんばんざい。サヒ、こんばんざい。ネオキボイスさん。タカシ、こんばんざい。トモキ、バブじゃない、バブじゃ。お知らせ。明日的な今日、2本ライブあるよ。新宿、レニー久々だ。12時頃から新宿レニーで出演して、その後室町三井ホールで、また室町三井ホール、今日に続いて、出演あります。たみたみ15生きるかも。おお、大阪の可能性出てきた。寒そうと思ったら寝起きの声。寒い、うん、寒いけどそれほど寒くない。いつもに比べて体がそばき、筋肉ムキムキになれたらいいな。バキ、お茶でも。さっき水がぶ飲みした。すごい水飲みたくて、めちゃぶわーって水飲んだ。たかし、こんばんは。寝起き、体がバキバキ。ネオ、こんばんは。寝つけんかった。トムキ、腹減りゴンタくんにお着替えしてきた。腹減りゴンタくん、それ腹減りゴンタくんって呼ばれてるの。モティ、バブ、バブちゃん、ひなのた、さちゃん、さちゃん、ひなた、あれ今日あれだったの、10日今日ライブ早いんだよね、2本とも。もう寝起きはバブなんよ。バブちゃう、ほら空気清浄機も急に強くなった。バブじゃないって。スミ、トゥワちゃん、それはフワちゃん。トゥワちゃんはツイキャス、今度の週末も笹川は遠征行きます。でも都内でもライブやってるよ。笹川さんは大阪遠征に行きます。1516。タミ、鬼部だけなら
何時頃だっけ、結構遅めだよね。なんか22時過ぎ22時頃に特典会終わるなって思ってた。遅めともきそ水浴びた、ふわーって。すごく水ガブガブ飲みしたい気分。ガブガブガワガブ。オロちゃんこんばんは。なんでも腹減り、ゴンタくん、ゴンタくん元ネタ、腹減りゴンタくんは、うん、ゴンタくん、ワクワクさんのゴンタくん。パルタ自己紹介、新潟県の伝道師笹川笹です。ぜひ今日も頑張ったね笹さん、いつも配信ありがとうございます。今日早く帰れるから、なんか面白い企画の配信やろうと思ったのに、なんかしたかったのに寝落ちした。なんかしたかった。時人くんこんばんざい。ともき今日はジタバタしてたそれはダダコ、ジタバタは。アメモンこんばんざい。のぞちゃんおはよう。寝起き、寝起きた。わ、ツイキャス大阪の大抵に前の主現場の名前が、あら、どこ前の主現場。ガブガワガブ。ナップ、あなた髪、そう、今年はいろんなヘアアレンジとか編み込みとかできるようになるから。編み込み全然できないんだけど、不器用すぎて。今日もね、一本目のライブで、よし、アレンジするぞと思っていろいろ髪、いじいじ結んでたんだけど、ふみが見て笑ってた。あの優しい親のような眼差しで見守ってくれてた。本当、ふみやろうかって言ってくれたんだけど、いや自分でできるようになるって言ってね。ちょっと気持ちすごくありがとうって思ったけど、自分のレベルアップここで甘えてしまっては我は一生できまいと思って、ちょっと編み込みとか練習する。でも結んだらすごいめっちゃピーンってなった。うまく言えないけど、なんかすごい外にピーンってなった。それをふみがなんかこうキュッてしてくれて、全部ギヨン映像ないから伝わんない。ちょっとこうキュッてするといいよって言ってキュッてしてくれて、キュッてなってちょっと落ち着いた。ラジオじゃ伝わりづらいギヨン。でも今日はね、一部は この写真向かって左側、髪飾りついてない側、ちょっと全然、よく見るとちょっと全然できてないんだけど、なんかロープ編みみたいなのをこうネットで調べて、ロープ編みっていうのね、全然できてないかもしんないけどやった。で髪飾りついてる方は
くるりんぱんみたいな結んで、なんか、うん、くるりんって通すのやったけど、髪飾りしたらよくわかんなくなった。隠れちゃった。で、夜はアイロンでくるくるってして、ふわふわってした。でした、今日は。声2部。コメント、コメント。達也丸、眠そうね。犬。たみたみ一部はゲーム会の、ああそうだ、やってたゲーム会って。ともき火曜日の鏡開きまで待つを、を、あ、そっか、11日が鏡開きか。鈴木氏なんかする。何しよう。筋トレ、マリオパーティー。イカリーヌこんばんざーい。化粧落ちた、化粧落とした。今さりげなく配信をしながらずっと化粧落としてた。スーちゃんお疲れ様。すーちゃんもお疲れ様。毎日ね。そういえば、あの君の隣さんデビュー日決まった。1月23。ワンツースリー。さひ、また今度なんかする。ないしょ。今日もまたりがわ。あ、そう、今度ホットサンド作りたいと思ったんだ。この前のビレバンの福袋に入ってたホットサンド作る。パカって、なんかホットサンドに入れる具材募集中。両兵お疲れ様。プレゼントもありがとう。この前ツイキャス、あ、ドット BPM さんね、名前知っている。のずちゃん編み込み私もできない。仲間、のずちゃん手先なんか器用そうなイメージ勝手にしてた。めいちゃん推しだからかな謎の理論、低企業の人の、低企業な人推しの子、器用っぽそうっていう謎理論。でもその理論で言うと、笹川推したみんな全員手先めちゃめちゃ不器用になっちゃう。すーちゃん偉い。いいえ、褒められた。あった、こんばんざい。あった。15日と16日も大阪行くよ。ともき、できる、できる、笹ならできる。松岡修造。ふわふわわんこ。さあさん。ふわふわ。めいちゃんがトイプーみたいって。言ってた。ツイキャス、この写真素敵です。パンダ、パンダになっちゃった。あゆちゃんかわいい。ひな髪に苦戦してる。さっちゃんかわいい。がわ。そう、でも2022年はすごいヘアアレンジできるようになるや。いつもなんかさ、ワンマンライブの時とか、わあちょっとスペシャルにしたいなって思っても、
自分じゃできないし、なんか他の人もみんなきっと忙しそうだしなと思って、あんま頼めんから自分でできるようになる。ちょっとスペシャルな時やっぱりスペシャルにしたいやん。擬音多め、ダンキュッてして、ピーン、背筋ピーン、髪の毛ふわっ、もこもこ、サヒかわいい、溶けた、サヒが、サヒが液体になってた。ネロこんばんざい、とも、キャワ、高橋、上島竜兵、あ、くるりんぱ、そう、くるりんぱした。つまり笹川ダチョウクラブ、あったロープのふわふわもかわいい。今度前髪とかなんか編み込みできるようになりたい。なずちゃん、今日のお話の仕方が5歳児一人でヘアアレンジ上手にできたす、甘やかしてくれる。明日はどうしよう、明日どうしよう、なんかしたい。2本あるから、どっちか1本目と2本目で変えたい。変えられる時間でもあるかな。2本目まであんまり空いてなかった気がする。できたらする。たみたみ、ササの方に、あ、ササの方にスプーン入ってた。チュリちゃんの方に入ってなかったかな。たかし、化粧した、そう、化粧したまま寝落ちてたからいけんと思って。さひ、昨日ボスさんさんと一日デート特典したから、え、そうそうそう思った。さひとボスいつの間に仲良くなったって思った。仲良くなってた。コミュ力すごい。ケンタお疲れ様です。ケンタッキーフライドチキン、スーちゃん、ユニットの3人に幸ある。ユニットの3人にもスーちゃんにも幸あるよ。みんなに幸ある。ともき、アンバタートーストくん元気だよ。今ね、地面に横たわってる。それって元気っていうのかな。名古屋ワンマン、行けるようになりました。嬉しい、ありがとう。 S 席って、誰でも取っていいよ。 S 席足りめよ。もう誰から構わず S 席取ってんやで。前の方で見てくれるの嬉しい。鈴木氏、具材ささば、あ、でもなんだっけ、サバサンドみたいのあるよね。サバサンドなんだっけ、なんかあるよね。サバ、鮭、今テレビで呪術廻戦やってる。あった、ホットサンド、サラダチキンととろけるチーズ、あー、それはうまい。しかもコンビニにあるものでできる。サラダチキン、ハムとチーズと卵とトマト挟んでギューってやったらできるな。ギュー、たかしも擬音使った。ギューってやったらできる。なずちゃん、人の髪だと編み込みできる。あー、え、わかる、わかるっていうか、まあ本当は人の髪でもできないんだけど、どっちかって言ったらなんか人の髪の方ができそう。編み込み、自分の髪めっちゃむずい。
今手がどんな風になってるのかちょっとよくわからない。手の状況を把握できない。ぶーちゃんこんばんざーい、ありがとう。今日雨も、あ、チェイサーマン読み終わった、おめでとう、やったね。またこれから2022年第2部始まるから、ジャンププラスでアニメもうすぐ始まるし。トマキスちゃんも、あ、ね、名古屋タンタンティこんばんざーい。あ、もう3時超えてた。え、髪の毛の量がすごい今。めっちゃもさもさ。髪切んないと。え、いつ髪切り行こう。タラちゃんこんばんは。タラちゃん。たかし、クレニアドラゴンボールの悟空みたいな髪型になる。え、やばい、今なってる。今すごい髪の毛もさもさいじってたらすごいサイヤ人みたいな感じになってる。今毛量がすごいんだ。鈴木スペシャルな日はズラ、ズラか、ウィッグかぶるか、誰か分かんなくなる。サヒオタクもいつでもスペシャルなラブを送るよ。スウェイトラブキス甘い愛のキス翻訳した。あった、15ならいけるかも。おお、15年2本ある。大抵今日出てた。15、1本目が13時半からで、2本目が20時5分だ。昼夜宝大阪で出演です。写真変えちゃおう。何の写真が好き？これはマフラーしてるところ。光と影さん、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様ですの文字すごい。お疲れ様です。自己紹介とお知らせ全部使ってる。万歳ジャパン新潟県の伝道師笹川笹です。今日10日は新宿レニーと室町三井ホールでライブ出演あります。来れる方お待ちしてます。室町の方はあれだ、予約特典の写メがつく。万歳ジャパンを目当てで入場していただいた方には予約メンバーの写メがつきます。だから笹川予約でって一言リプでも配信でも伝えてもらえたら笹川と写メが取れます。室町の方はね、そして横たわってる。そう、あんバタートーストいじめた今。多分元気。土曜日のもちまるちゃんのデート私服どんなやつだったっけ。ロックな
コーデの時だ。たみたみ家に帰ってカバンの中見たら、あね、スプーン笹川の方にも入ってた。スプーン、すーちゃん、え、席、リマさんが目が悪いなってお話しした。笹川もさ、最近すごく目悪くて、前以上に最近著しく目が悪くなった。え、名古屋万歳さん全部参戦できます。ありがたき、嬉しい。高橋、シンプルなホットサンドでいいんだよ。シンプルなホットサンド、なんか面白いの作りたい。ネタ枠、チェーンソーマン、そう、チェーンソーマンが、チェーンソーマンが楽しみすぎて、今後も大好きすぎる。さひ、ヘアアレンジ中に手の状況わからなくなる。さしさん、そう、今手がどうなってて、どこの髪の毛を持ってて、この髪の毛、あーってなる。アイロンもね、それようわからんくなる。後ろの方見えないからようわからん。のさちゃん、そう、あ、仲間いた、やった。笹川だけじゃなかった。なんかヘアゴムとかさ、結ぶとき一周二周するやん。なんかたまにあのさ、一回何ヘアゴム通してちょっと八の字作って、こうなんかもう一回通したりとかするじゃん。なんだけど、なんかよく手どうなってんのか分かんないけど、できてなくてヘアゴム取れたりする。たかし、年始で悟空達成してた。そう、もう今年悟空になった。今年悟空になったから、頑張って2022年中にスーパーサイヤ人の目的は達成したから、目標、ピッコロかベジータ、違う、ピッコロか、ピッコロになる。あ、ピッコロもなってたわ、緑だから。プリマさあ、動いてなかった。配信してる、してた。おはよう。スーパーサイヤ人のサササ見たい。ライブ中はスーパーサイヤ人になってるよ、いつも。で、ライブのステージ降りるとシューンって一般人のササガに戻っちゃうけど、ライブ中はステージ立つとひとたびスーパーサイヤ人。戦闘民族だからな。戦闘力580万。ともき、ネオブレイク、おやすみなさい。ネオブレイク、たかし、 3GA さんも一緒だ。ほい、雨も、そう、あ、推し多すぎて困ります。え、誰好きなの。光と影さん、仕事が、お、西新宿、じゃあ新宿レニーもすぐそこや。西新宿ってことは新宿レニー西新宿だもんね。明日的な今日10日12時から12時10分から12時10分からバンザイジャパン出演です。そう、25分枠なんかね、笹川のポジションも結構レア度高めだった気がする。はあ、今日のポジションレア度高め。
注目度高め。ぜひ見に来れる方見に来てください。レニーお待ちしてます。お昼からムーンライダーこんばんざーい。これ眠、この時間は眠。ともきパフパフパン、パフパン。あんバタートーストのクッション気持ちいいんだわ。すごいふかふかしてる、柔らかい。目が悪くなる話、わかり侍、わかりにきり。あ、海の雑から寿司やね。なんかヘイお待ちみたいな感じだったから作った。あの注目ポイントはね、ちゃんとあの店員さんの帽子かぶせたの。ちょっと背景に溶け込んでわかりづらかったけど、見て、店員さんの帽子切り取ってコピーして海に貼っつけたから。あれ、ヘアゴム取れるわけけない。あれおかしいな。あれ笹川だけかな。ゆうきくんこんばんざい。シャサさん、ピッコロには毛髪というものがないような気が、色的なスーパーサイヤ人のオタク、ベンジージャパン。ベンジージャパンだな。 そしたら悟空風に言うんだったらベンジージャパンだ。いや、ジャパンはジャパンか。タラちゃん、アベマ TV で、え、ワンパンマンやってるんだ。ワンパンマンも漫画すごい好き。プリマ、声気高まった。夜勤、夜勤一気にニコニコになっちゃうね。高まった。頑張れプリマ。ベンジ、ベンジジャペン。たかしライブ中、ささちゃん髪の毛逆立ってない。あれ逆立ってなかった、おかしいな。スーパーサイヤ人なんだけど。あった、チケット買ってくれたの、ありがとう。昼かな夜かな、物販行けるかちょっと微妙やけど、神様かな、ありがとう。すごい行動めちゃめちゃ早かった。神様だ。大阪やっぱ好きだなってなった。橋本ちゃんこんばんは。ともき頭の色だけなめく星人。やばい、色薄れてきてるからまた鮮やかな色にしないと。しもちゃん、あれだ、マドロンちゃんのアバターだ。ゆきにいよ、ゆきにいよ、ハートありがとう。アメも男性だと岸辺さんと吉田ひろみは渋いね。好きなとこそこなんだ。女性なら桑橋さんとサンタさん。あれだね、じゃあ後半の方のキャラがすごい好きなんだね。結構悩む。良平仕事か、夜勤中お疲れ。光とかげさん、西新宿の会社のビルから5分で行けます。近い、とても近い、徒歩5分。
新宿来ちゃおう。そういえば今日成人の日か。祝日だ。カモラグヤッホー。いえあった。あ、昼のやつか。オッケー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 、ありがとう。あったあった。大阪大阪。でも今年、今年じゃなかった、今月は大阪来れてよかった。大阪遠征と名古屋遠征もあるし、多分来月笹が遠征行けないと思うんですけど、遠征あったとしてもおそらく。どうだろう、来月って2月、来月って2月だ。プリマニコニコで頑張ってくるよ。急にニコニコ、休憩挟んだらニコニコになるプリマ。やばい、配信終わろう突然。あんまり遅くまで配信して今日起きれなくなったら悪いからね。高橋逆立つところか、汗びしゃで前髪なくなってるやん。それはたまにでも今冬だからさ、そんなにそこまで汗かいてない。仕事の方ファイトです。橋本ちゃん、おっ、笹ボタンになった。やったね、さすが分かってる。アメモンさんのチェーンソーし、美人さん系、確かにクアンシとサンタ美人系。笹さんの成人着物姿、あれ、あの衣装で、衣装の写真で。もう成人式なんよ。そう、のぞちゃん来月ねえ、デラロアル名古屋、デラロアク1月の次、え、2月かな。急に3月だったりしない？1月2月か、やっぱ次は。やばい、笹の電池が落ちる突然。うん、たかし寝れ、寝る、ちゃんと。あ、そうだ、目覚ましまだかけてなかった。ありがとう。深まった、やった。二人の仲も深まった。生きててくれてありがとう。これからも頑張って生きちゃおう。ゆきくん寝ましょう。おやすみみんな。すーちゃんお疲れ様です。あった、声聞けてよかったっす。そう言ってもらえて嬉しいっす。ともきおやすみ。ありがとう、もきなのさ。こちらこそ来てくれた、ありがとう、もきなのさ。たみたみお疲れ様でした。大好き。手紙ちゃんと渡したよ。うん、呪術廻戦、そう今やってる、一挙放送。なんか副音声で芸人さんがコメントしてる。しんごちゃんお疲れ様でした。トム、ハロー。あめもお疲れ様でした。またチェーンソー話しようね。ういういう成人式
12年前なんだ、ゆうきくん。ん？ってことは 32？ さあさあさあ、ツイキャス配信お疲れ様でした。のぞちゃん、おやすみ。たみたみ、そう、ちゃんとすぐね、渡したよ。入ってたからね。お届けした。白ヤギさんだからさ。おやすみー。